前回の話になるんだけど、予期せぬ出来事が発生したやつだよね。長い付き合いだから巻きで言っても許してくれるよ。そうもう3週目ですし、でなんなら7週8週くらいはやるから。前回ってさどういう風になってたっけ。これシナリオ進行度のやつを聞く前にセーブしてない時間でいけそうだよね。これだね。あのこっちが語りを聞いちゃったやつで、最終試練が出たんだよ。で、それは嫌ってことで、これです。これ。お願い。どこだっけ？あ、ここに出て、ここでアウトね。そう、ここでアウトなんよ。で、そうテキスト。この辺にのっけとくか。あんま邪魔にならないでしょう。この語りを操作するためには進行の値、音調値っていうのを直さなきゃいけなくって、で今修正して詩人に話しかければ話の内容が変わるから、このちょっと宗教を変えようかなって思ってる。で、変え方調べてきた。どこ行けばいいんだっけ。まず、なんで？あ、メルビル一回変えるか。これ、ワールドマップって、出ないの？はい、ちょっと船で移動してる間に。メルビル行きの船だが。乗る。眠い、いらっしゃい。同じく眠いんだよ、今日。まず、最終試練が出たということは、エロールの音調値が高かったということだそうです。で、下げるためには、エロールの、なんか、バトル中に発動する何かを見ないといけない。で、時々さ、バトル中に神様みたいなのが降りてきてさ、ブワってやるじゃん。あれをね、出す必要があって、出すと減るんだって。なんか増えそうな気がするけど。出すと減るらしいから出してみましょう。で、そのエロールの戦闘中のやつが発動しやすい場所っていうのも調べた。カゴみたいなやつか。そうなんかドバーって出るやつがあるんだけど、ガレサステップってどこだっけ。ここで出やすい。出ますように。で、まずは私たちこのようになっているんですけれども、あのマリーンの LP を可能な限り削ります。削るの簡単でよかったよね。これさ、あれ今煙玉袋の残りすっごい少なかったような気がするけど、防御マリーンだけが LP を消費して逃げる。多分これでいい。よし、あ、サブスクギフトありがとう。届いていったようだね。これで同じようにして逃げます。死なない程度に逃げていく。本当にあの先輩たちの知識の宝庫を見るのはすごいよね。こうやって
ってマリンを使って逃げていくことによってマリンの LP が徐々に減っていくよね。テストしてみたら普通にここに表示された。なんか結構あの、なんだ今日言葉出ないな、あのだね、エロールの支配地域なら大丈夫だ、よし、すごく安心しただね強人だらけだからの探すプレイヤーは、いやほんとさ強人しかいなくてびっくりしちゃう。とんでもないものに手をつけてとんでもないものを気に入ってしまった。本当に楽しい。今何回逃げたっけ6年まだだよね。LP が赤くなるまで逃げ続けて、あとは戦闘中にじりじりと待っていれば発動しやすくなるらしいから、発動するらしいから。チェーンしちゃったよ逃げられんやん。というわけであの攻撃をしますね。あで、あそうだ、調べるの忘れた。白鉄鋼かな、白鉄鋼がどこで手に入るか分かんないんだ、修理ができないんだよ。どうしよう、とりあえずカゴ出てから喋れば編集カゴ出てからね。いや編集はしない、配信はもうめんどくさいからそのままアップロードする。 LP3 以下ね、よしもうちょっとだ。うん、っていうかシナリオ進行度が上がってるから普通に敵も強いんだった。簡単な技で倒そうとしてるけど、まあでもいいや。チェインは大得意だから本当。何やったっけ、あのムーンストーン手に入れた場所での半端ないチェインがね、あマリーの腕力と BP が上がっていく。とりあえずここはもう連打でしのいで、でね、あのやっぱりね、その三邪神の音調値を上げようと思った時に結構長く考えたんだけどさ、ガラハド殺せないわ私には無理です、ガラハド殺せない。でもシナリオ進行度100超えてからの詩人の語りは聞きたい、冥府のやつを。そんなわがままな人間なので、これ毒直すべき、倒せるよね別に。あのね、ガラハドを殺さずして冥府の語りを引き出す、これ今日の目標。ゴールドマインになかったっけ、あ本当ちょっと行ってみようかな。あそういえばゴールドマインずっと行ってないから襲われてもいないわ。じゃこれうまくいったら、あそんであとあれだ、あのソウルドレインも発生しないまま止まっちゃってるんだよね、あれも今日やろう。えそんで今5、コロウバするのが佐賀県民やぞまだ慣れない佐賀県民にどうしてもね。あてかこれさあれだよね、回ってる人たちだよね、忘れ去られてかわいそう。なんかずっとさ、実はぶつかってもさ戦いにもならない、 これ回ってるから何にも進まんからよくわからんけども。さ連打はダメだよ、逃げますよ。煙玉袋マジで補充したい、ないと不安な人間だから。で防御して逃げると。そんでまだ敵いる？あいるいる、今回も同じで飛んでいいね。あっ2体敵いるからもう1回削っとこう、これで。よしそれで
こいつでいい。逃げずに防御。いつかは出るとのこと。こいつらなら痛くないよね。痛くないね。痛くないどころかミスだね。もう出たやったあ、これ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 、やったね。殺せいいの。あ、 LP をちゃんと回復してくれてる。逃げていい早かったね。でこれで新コーチが下がりました。今下がった状態ね。でここなんだっけ、これ何、あ、これ最終試練の場所だったわ。上の方だったっけ、下の方だったっけ、もうどこから来たのかすら忘れた。砂漠は用がない。あれってことはあっちの上はアイシャンチだから違うのか。そういうアイシャンチってどうなったんだろう。みんな移住したけどここはもう何もなし。あ、ワールドマップ出た。とりあえず嘘に行って、でさ発生しないんだよね、あれが。カクラム砂漠は山で、それはブイフランケン、いや、ああ、ちょっと待ってよ。ステップの遺跡で倒れてる人が見つかったらしいわ。怪我とかしてなかったらしいけど、お亡くなりだったそうよ。あ、文字になれた。音調は光の陣、光陣発動すると 12.5% 下がったかな。それでもあるのか。陣の発動でもあるんだ。ついに進んだ。遺跡で怪我もなく死んでいる人が見つかった。まあでも正直ちょっとでって感じになってる。何もなし。とりあえず1個進んだって感じかな。あとはまたちょっと1回出入りしようか。いなくなったね。ここ怪しいと思うんだけど、また何か起こると思うんだけど、ここで何も起きないね。出入りか宿泊か、なんか町へ行くとかそういう系な気がするよ。でさ、まめにセーブして申し訳ないんだけど、ちょっと語り聞いていい？ここにいるから。サルウィンの復活が間近に迫っています。これで下げたことにより何になってるんだろう。やはり滅んでしまうのでしょうか。あれ、これなんか選択肢。サルウィンは悪しき神ではありますが、強い神です。サルウィンと戦うためには特別な準備が必要でしょう。あなたのためになるかどうか分かりません。同じじゃない。こんな話があります。英雄ミルザは同じだ。最初から英雄だったわけではなかった。まだ高いってこと？もうちょい下げればいいのかな切った これで下げてっていうのを繰り返せばいいのかな。上げる作業をさしようかなって思ってたんだけど、あんまり高いと何度か発動しないとな。あ、じゃあ結構高かったのかもしれない。で、ちょっと
見かけて意味が分からなかったものもあって、オーバーフローだったかな、なんかいろんなものの信仰値が高いとそれはそれでなんか信仰できなくなるというか、オールドキャッスルになっちゃうっていう話を聞いたんだよな。でとりあえずエロールさんに LP もらったのはいいんだけど、また削りに行くわこの作業する。チェーンしないように気をつけて。で防御、もうあでも今回はさ削るの簡単だね。よし、何度も詩人泣かせをするのは分かったそう、確認して確認してみたいな、進行だの進行だの、そう、とにかくシナリオ進行度100になったから話を聞きたいんだけど、進行値がね影響してるからね。全部低いとオールドキャッスル、ああなんか普通にやってるとオールドキャッスルになるっていうのを見たんだけど、よく考えたらこの3周目は普通にやってなくて、ディスティニーストーンいっぱい集めたからどうもエロールの進行値が上がったのかな。でもデスティニーストーンによっては他の神様のが上がるのもあるんだよね。あ、まだまだ勉強不足なんよ。次防御ね。石もエロール音調上がるね。やっぱりそうなんだ。よし、山親父いるけど、確定で1周目に来るんかな。そういうわけではない。翼の前、さっきのやつらの方が痛くなかったな。神様来て、マリンはまだ死なないね。5だか6%で高陣出るよ、エロガチャだよとんでもないガチャを。ちょっとマリン大丈夫か。回復してあげよう。これかっこいいけどちょっと鬱陶しい技だね。あ、やめて、狙わないで。あ、回復じゃない回復じゃない、防御。マリンにも優しくできるようになったかもうすぐ解雇だけどねあ、そうなんだよ、不幸を呼ぶ女の最後をやんないともうできるようになってるからね。LP 低いのはいいぞこの人ね、でもようやくストーキングしてこなくなったからちょっと回復しようねもやもやになっちゃったし、110、はい、殺さず生かさず、ヤクザ海のヤクザ復活したよ。よし、じゃあ逃げようか。てかモニカもやばかったじゃん、よく見たら。
ここか。詩人さんお願いします。あ、そうか、詩人さん喋ってた。エロガチャ SSR 来た。やったね。あ、間違えた。ここやない。右上から行こっか。で、これでどうなったか、まめにチェックしていこうね。で、下手に戦闘を挟んで何か起きちゃったら嫌だから、余計なことはしない。あ、もう少し近づかないとよく見えないな。おい、マジかよ。ミイラ商人と同じ人がいる。何言ってやがる。あいつら踊るのに夢中だ。大丈夫さ。すごい綺麗な空。来た。え、何。あ、魂が増殖。魂が、あ、よかった。まあ、よくはないんだけどね、ちっとも。とりあえず、セーブします。ほっときゃいいよね、一旦。ここの踊りはずっと条件満たしてた。何がいけなかったんだろうね。え？いないんだけど、っていうか。どうしよう。なんでいなくなったの？え、なんか悪いことした？え、してない。どこ行ったの？前奥にいたけど。え、何かいる。え、これが詩人さん？お主、この祠の由来を知っておる。声違うよね。知らん。知っておらん。魂を食らう怪物。なんか怖いんだけど、この詩人さんだよ。絶対違う。それは村人に混じり、誰にも知られることなく密かに魂を食らい続けて。村人に混じってたってことは、それが詩人さん。死の王だけはその存在に気づいた。魂の冒涜、死の王はソールドレインを罰しようとした。だが、ソールドレインは不死身だった。それには魂がなかったからだ。死の王は村人に命じ、ガレサステップに祭壇を築かせ、そこで儀式を行い、ソールドレインを追放した。バーバラ、よく平気で聞いてられるね。死の王への感謝を忘れないように、この祠を築き、祭りを続けているのだ。それじゃ、ガレサステップでモンスターがやっているのは、ソウルドレイン復活の儀式だ。やめさせた方がいいんじゃない。ソウルドレインの復活は止められん。復活した後で唇カッサカサ。乾燥肌っぽいね。確かに鱗がありそうな。かつて死の王が村人に伝えたやり方を教えよう。祭壇にいるソウルドレインの周りを左回りに5回回るのだ。それだけでいい。魂を食われないように、私が祝福を与えてやろう。だが、他の攻撃は自分の力で防ぐのだ。解除権満たしたから進んだかな。あー、冷静すぎる。簡単すぎる。左回りに5回回ること。言っとくけど、これさ、有名なミンサガのクロートのやつでちょっと見たことあるよ。こんだけじゃ済まないよ。ていうか、詩人さんがいないとちょっと困るんだけど。え、だって余計なイベント進めたらさ、余計な音調値入らん？ちょっとさ、さっき魂吸われて亡くなった人がいるって話聞くのがイベントのキーでした。あー、それか。なんかいなかったよね、急に。なんか、あ、まあそりゃ100に なってから初めて訪れたけど、まあ、何か要件があったんだろうな。
でも5回回るだけですよ。サルーインの復活が間近に迫っています。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。これ同じだと思うんだけど、サルーインは悪しき神、サルーインと戦うためにあなたのためになるかどうか分かりませんが、ランク上がらないとって思ってたからちょうど良かったのかも。あ、そういうことか。英雄ミルス、ちょっと だけエロールのこと信仰してんの、うちら信仰しすぎじゃない？なぜに減りが少ないのかな、戦闘中のあの音調が出るの。出たとしてもなんか数パーセントしか下がらない 12.5% だっけ、あれがものすごく進行値があったからもっと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 減らさないといけないみたいな、そんな感じなの。今何やろうとしてるんだっけ。今は詩人から冥府の語りを聞きたいって感じで、最終試練が出ちゃってるけど、それは聞いたのも別データで保存してあるけど、今は聞いてない世界線かな、スーパー銭湯にしか聞こえない。もうあつ森でエロールの、あ、うん、まずい。そっか、そりゃそうだよね。いや、行かないよ。くるくる回ってるところで戦おうと今してたもんね。ソウルラインの周りを左回りに5回回るのだ。いや、まずいまずいまずい。回れ、行くよっつってんだろ。嫌だ。ちょっと待ってね。これはね、知ってるのよ。知ってるけど、それがうまくいくかは知らないし。あ、まずい、まずい。これ即死いい？ダメかな？あ、あったあった。これか。あ、どっちでもいいわ。とりあえずフェイントをやればいいかな。あ、まずい！ショックはどうなの？これってどういう状況？ミルザの話が出た時はエロールの音調子が高い時はまだ下げ、やっぱ下げなきゃいけないんだ。とりあえずこいつなんとかするか。多分あんまその画面を凝視したことないけど、これでマリン以外は多分間違ってないのね。状態異常をかければいいということで、助けてウコム様。ただ回る回らんがよくわからないな。どういうことなのか。これって回ってる？もしかして画面的にはちょっと目が回りそうな感じだけど、画面が回ってんだよな。あ、回転数これ。そのためにはまず足の、なんだやつの、あ、なんか竜神の時みたいなことをすごい言われた気がする。竜神もあれ半端なかったもんな。全然分からなかった、何したのか。あ、やるの攻撃諦めちゃった。足止めしてる間にやつもあるよ。回ればいい。死にかけいますけど、いっそさ状態異常技がないんだったら殺した方が、っていうかスタンは状態異常でいいのか。あ、違う不安になってきちゃった。いや、ドラ鳴らすしかないよね。
毎回やかましい。これもしかしてあのこれ1回転2回転目みたいな。なんでそんなあんま回らんかったね今回。これから行くぜ。うん、それともさっきめちゃくちゃ回っライフブレイク。ミス。これを食らわないようにしてくれたのかな。気分回れよもっとなんかやろうとしてる。死ぬやんマリンが。あ、スタンしたから大丈夫だね。でドラム鳴らしといて、でこれで1目もある。2、くそ。今のでスタンが一発しか効かなかったからダメとか一緒になる。1、2、なんで3、4、5、6。あ、来た。あれ、もっと回ってる。なんで回ったやん今絶対。え、違う、こいつが回っちゃいかんのか。気分だって気分やすぎるでしょこいつ。よし、スタンした。踊らされてる。だいぶ目回ってきたよ。でこれあの普通に倒すことはかなわんのかな。このバシューっていうやつが何回を表してるとかかな。なんか一発でやったところを見ちゃったからね人様のでは。運が良かったみたいなコメントがあった気がしなくもない。不死身だからね。うわ、ミスって出てる。できればマリーンがついでに状態異常かける技をひらめいてもらえるとありがたい。ダメージ与えるほど回りやすくなる。そうなの、ね、フェイント以外に持ってるやついたら。じゃあフェイントじゃないやつをさ。あ、早い。ダメなんかい。まれにスタンさせる。こっちに帰るか。でスタン。あ、やべ、やばい、全然見てなかった。ロバの骨壊しちゃった改造したロバの骨壊しちゃった最悪、全然見てなかった。さあ行きますよ。どっかで入手しないとな。1個しかないんだよロバの骨、ね、使ってないけど。とりあえず回った。あ、結構回ってない。ロバの骨壊れたからあんま嬉しくない。アストラルコートをゲット。なんやろ。上着もらっ、え、終わったの。終わった、終わったからよしとしよう骨と一緒に供養された。最悪だよ。ロバの骨結構好きだったのに。意味わかんなくでかいから。結局さ、ソウルドレインの周囲を左回りに5回回ることっていうけど、あいつが回ったように見えたんだけど、カマの祭りに参加して銀融詩人と話そう。詩人さん、これ今さ、とりあえずこのソウルドレイン、おらんやん、また置くか。ソウルドレインのために話して回ってる。こいつらの方がよっぽど回ってる。今日は
収穫を感謝する鎌の祭りよ。ソウルドレインはサルーインのしもべで、食らった魂をサルーインの元へ送っていたといいます。詩人さんなんじゃないかなって思ってたけど違うの。弟の仕業とはいえ、魂を冒涜する行為を死の王は許さなかった。死の王は魂の守護者でもあるのですね。そうなんですね。ソウルドレインする村人、あ、346ジュエルゲット。あ、そっか、依頼系じゃないからジュエルだけなんだ。いや別にいいけどさ。でここに留まるんだ、いいね。じゃあ下げに行こう。また下げ作業するよ。すっごいロバの骨ショックだけど、まあ特定の場所でしか拾えないのかな。なんで1個しか持ってないのか分かんないけど、2周やってて。6、回ってなくない？もう。あ、しかもなんか画角も変わった感じになった。防御防御。え、そうなるとジャンは武器消費してないよね。あ、よかったよかった。で逃げる。さっきの演出で回ってるやつ消えたし、もうここは不要になったんだ。逃げて、すごい大所帯。もうその辺の牛の骨とかでも良さそう。ロバじゃなくてね。危なっ、チェーンするかと思った。あ、待って、 LP 見てない。あ、ちょうどいい。ちょっとおい待って、よし。あ、こいつらは多段ヒットでめんどくさいかな。防御。アイスニードル効かん。あとは早めにこのガチャとやらを引けるとね。これがね、これがちょっと厄介ね。209、まあ1ポイントは大丈夫。ちょっとどんどんアホになってくんだけど、うちのメンバーが。すごいな、なんかもうくちばしの方がやられそうな気がするけど。待って、そう考えるとさ、最初一発目で発動したのは、あ、早い。すごかったんだなって思ったけど、レアドロップもこれぐらいね。あれ、バーバラが死にかけている。あ、そういや、ドロップといえば、さっき手に入れたアストラルコートとやらはなんだ。物理的な攻撃には強いが、それ以外の攻撃には弱い。弱いって。え、でも別に見た感じも他のさ鎧の方がしっかりしてるような気がするけど、数値的に。
安い音調ですわ。いやでも結構時間かかったよ。存在しないはずの物質だぞ。え、あ、存在しないはずの物質で折られたコート、なんか透明マントとかになれそうだね。帰ろう、帰る、こっから帰るか。ほんで今3回発動させたんだよね。で、あ、嘘って、詩人さん配置、あ、戻ってる。はい、サルーインの復活が間近に迫っています。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。サルーインは悪しき神ではありますが、強い神です。サルーインと戦うためにはあなたのためになるかどうか分かりませんが、マルディアスに今の神々が現れます。はい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 、はい、今回はちゃんとゲームを落とすじゃなくて、普通にあのショートカットコマンドを入力してみました。これでよし、これでリセットされた。ってか巨人になったから、巨人になったらあとは地位がついてしまって、そう、あとはね、三邪神の音調値を上げるんだな。上げるから、で今少なくとも200は超えてない、エロールが200は超えてないってことが分かったので、次のキーワードがね、リガウトだったっけ、アロン島だっけ、わからないや。あー、この辺か。あ、しまった、フォロー奪えできん、どうしてもできん。そういえばさ、修繕ってここでやるっけ。いらっしゃいませ。あれ、あ、治るか、これで治す。でも8あるのか。フランシスカプラス1、分からなくなった。とりあえずね、三中陣出したいんだけどね。三中陣を出すとプラス4だっけ、なんだけど、こっからは戦いになるっていうことは直したりとかいろいろしないとねと思ってて、でまあでもレイピアの方使えばいいか。問題はこれなんだよな。あ、そっか。ゴールド前にあったかもしれないっていうことだっけ。で、これ。あ、一応失ってはいない。こちら。てか何で補強したの？何もさ、わからないときに補強したんだよ。だから元が何で補強されてたのかちょっと記憶にないんだけど。ひょっとしたらロバの骨は適材じゃないものでやってしまってるのかもしれないよ。年始とかなの。これなんか攻撃性能下がるけど、これ適材ではない。こっちは適材だね、逆に。でもね、これあんまり落とさないからちょっと使いたくないかな。やめとくか。やめとこ。で、ちょっと、
あれどこだったっけ、ボールのマインってバファル帝国だっけ。あった、襲撃されたわ。されても人がいるってことは売ってる？いろいろ売ってるね。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃい。そう、これ海賊のやつ。うわ、ショップレベルが足りない。確かに売ってるけど、ショップレベルが足りないってことは買い物をしなきゃいけないっていうことか。買うか。これ高くない？これちょっと欲しいなって思ったけど高くない？でもさ、どこのショップで買ってもショップレベルは全世界共通だから。なんで、お宝の地図も何なのか分かんないから調べなきゃって思って忘れてたや。どっかでさ、めちゃくちゃ安いものを買えばいいんじゃないかなって思うんだけど、大量に。それとも取引額なのか、まあ、ちょ、それはさておき。これって話しかけたら出れんくなるっけ。要所要所に強力なモンスターが配置されていて、鉱山の奥へ進むのが難しいのだ。帝国軍なんでしょ、うん、しっかりしてよ。本当だよ。我々は軍隊。そしてパトリック様に合わせろ。強力な敵と戦うための装備や戦術を持っていないだけだ。じゃあ私がそのモンスターを何とかするから、あんたたちは通路を確保して。わかった、全力を尽くそう。帰れるわ。全く手助けしないっていう。そんで、そんでリガウ島だっけ。リガウ島で戦える場所といえば恐竜のとこだから、ここで戦いまくりますが、あんまり大量に戦わなくても、そのさっきみたいにちょいちょいと戦って様子を見に行くっていうことをしようかなと思ってる。しかも確実に殺すスタンスでいこう。こっちなんだ。で、あなたはもう殴りましょう。マリンは三中人の連携は一体どうやったら出やすいのかな。連携のことはちっともわかんない。陣形変えた方がいいとかあるかな。今みんな前にいるんだよな、マリン以外。ちょっとずらすか。なんかこんな感じにしとくか。やろうども前で。恐竜はどうする。恐竜は一旦置いとくか。できればシンプルな敵から借りたいけど、いなくない？この辺にいるかな。いたいた。そんでこうやってやる。売るでも買うでも上がるみたい。ショップレベル、あ、ありがとう。売るとなくなっちゃうから当たり前だよね。適当なのを買ってそれを売り続けるか。そんぐらいね。危なくない？そんぐらいちょっと白鉄鋼というものがなくて欲しいのよ。
自分回復して。前、前2人、後ろ1人必要。あ、陣形？あ、後ろ誰もいないわ。変えないと。売るの意味知らない人の発言だった。売るとなくなる。この人多分陣形参加しないからこれでいくわ。じゃあ、うわ、で前に中オアコー1中に後列1で連携したら出る。でしかもこの移動技だったら移動技で揃った方がいいんだっけって今気づいた。この人連携できないよ、どうしよう。食べるとなくなるの私とても親近感。食べるとなくなっちゃうんだよね食べ物って。あれ移動技だと出ない、ただの連携になっちゃった。これさ、おお、左側の剣マーク、縦マーク、それが一緒っていう風にしたらいいのか、それとも これなんかファストとか投射とか書いてあるのはダメな気がするんだけど。ファストならいいのかな。移動以外の技か術。いや本当助かる。今移動以外押したよね。でここ植物結構出そうだから植物は入れておいて、LP 消費。マリーンの LP 消費は良くない。ウォーターガン。龍神。それは死ぬ編で一生出なくて困ってたやつ。龍神出ちゃった、すごい。あとは連携しやすいのを選んでおこう。そこは忘れた。なんとなくね、確かに体感でしやすいとかはあるけど自信はないな。なんでこんな時に本当やって恐竜とやり合うとね、あの恐竜しかいないわ。あのね、いやいいんだけどマリーンが死ぬかなっていう心配がちょっとあって、まあもう死んでもいいか。でもフォークブレードとかさ、あ電光石火はなんかつながりにくい印象がすごいあるな。命が軽い。こっちでで、そう LP の関係でね、最初は打てないんだよな、ウォーターガンが。VP か、VP の関係で。あと最悪すごくめんどくさいけど、なんだっけ、行動順を指定するか。あんまりにも出なかったら。ガラハゲアイソドマリン。ガラハドだけは殺せない、本当に殺せない。なんでやろう、何この愛着、怖いんだけど自分でも。最初にさ何も知らずにさ1周目のクローディア編でさパーティーにしちゃったからだよね。あのハゲはいいハゲだよ。誰も死んでないね。よし、我々のハゲが髪の話してるのよ。とある有能なハゲがいて、余裕ね、ハゲ趣味の白飯さん。そう、好みはハゲです。あの人はいい人だよ。だってあ、いや関係ないか。アイソードを殺さずもらえばいいじゃんって思ったけど、そういうわけじゃないんだよね。そのアイソードをもらうことはお使いでしか意味なくって、
重要なのはあのガラハドを殺すかどうかっていう話だもんね。いやー同じ3文字だけどこれじゃない、3から始まるけど、人の話じゃなくて神の話だった。そうなのにしてもさ、あれでしょ、そのガラハドっての単に殺すでもいいんだけど、一度仲間にした上で共に旅したガラハド、こういう設定にまた友人あの共に旅したっていう仲間になったっていうことがあるガラハドを殺した方がより三者神の信仰値が上がるんでしょう。誰その設定を考えた人、とんでもない鬼畜仕様なんだけど。で竜人ね、何竜人で死なない、こいつはやりおる。竜人出ちゃうね、ちょっと変える。少しだけずらすか技を。系と同じ技だと竜神出やすかった。ちょっと今変えてみた違うものになった。豚育てて食べる課外授業じゃそれできないんだよね。あの元の姿をさ写真で貼っちゃってる肉とかあるじゃん、そんで売られてるやつ、あれマジでダメなのよ、買うことができない。生前の、そう生前の姿が分かる状態にされてると本当に無理だから。ところでここは草原だから草が拾えそうだね、倒したら。それはそれでありがたいな。はやぶさ切り、乱れ月、大木弾、しびれ、フォークブレード、パチ。来た！やっと一回。このまま行く、このまま行く。テンション爆上がりした。大きめの音で聞いてた人びっくりだよ。このままこのまま派手にやろう。4人になった、違うくない、これは何の音調子が上がっちゃうんだ。4人連携して結界張ってる、かっこいい。最後キー割ったけど、これさデスティニーストーンじゃない。うわー強い、そしてパンチ、あ4つになっちゃった。あ今度は名前が長いだけだ。キヨって何が悪いか、なんかちょっとダサくない、マリンの魔力も上がっていく。一回セーブする。よし、このままね、このまま行くよ。2個か、3人が連携したらもういい感じなんだよな。パンチ、ウィンドカッターはサルインがやるから嫌、嫌い。あ1人で行っちゃった。次もこんな感じで行きましょう。エレメンタルコア、エレメンタルコアとデッドストーン全然使い道が今んとこない。てか滝のような雨が降り出したんだけど、後ろで裏で
後ろじゃないや。1、2、2か。木割ってるし、剣の雨来た、来たわ。後ろと裏でね、めちゃくちゃすごいことになってる。柱おらんと。それじゃない、同じ技でもランダムなの。ランダムだと思う。あ、ランダムっていうかどうなんだろう、あの連携の順番っていうのが、なんかあの行動順っていうのがさ微妙に変わったりとかするから、その行動順によって違う陣に切り替わっちゃったりとかするんだろうな。発動の要件を満たしてるんじゃないかな、山中陣も清獣陣も。雨降ってる広告流れたんですけど、わざとですか？雨降ってる広告流れたの。天気反映してるね。明らかオーバーキルみたいなの、じわる。そう、アホみたいに強いから今。さすがにこんな場所で戦ってても、うちのあのマリーン以外のステータスは全然上がらないね。ほとんど倒しちゃった。一回出て見に行くか。様子。1、2。はやぶさブレードになっちゃうな。これかっこいい。乱れすぎがマジでかっこいい。本当に。勝ち上げ。よし。マリン以外なら OK。やる？行動順して。前に後ろ1。あれ誰が前だっけ。あ、そっか、これだ。マリンが連携しないからな。そう、加われないの。 BP 不足で上げたろうかな。てかマリンを外してくればいいような気がするんだけども。前後ろ前ってことか。で、っていう風にしたらいいんじゃないかな。何も起きんかった。いやまだ分からんよ。これが違った。ホークはこれだよ。周りされて泣いているかもしれない。フォークは大丈夫。前に真ん中に後ろ1でいい。前に真ん中に後ろ1。今後ろが、そうか、後ろ2人になってるのか。ちょ、一回このまま行ってマリンを後ろに下げて、あ、そうです、マリンは後ろ。腕力一目で上がってくね。変えたりたいけど、今ね、このようになってんだけど、こうして、こうして、こうかな。で、まだここに少しいる？いたいた。あ、大勢いる。やりがいがあるわ。とりあえず一回このままシンプルに、1、2。ハヤブサブレードになるな。これすごいさ、最初期から連携しやすいもんね。で、ここでディフレクトナイス。 BP が溜まった。なんか下げられたけど今。フレキシブルアームっていう名前が好き。この名前は別に好きじゃない。ウォーターガン4連携しちゃった。強い。モーターがまだちょっと、あ、でもちゃんと倒せるんだね。よし、フォークが咲きました。
1-2か。はやぶさが前に来て連携しやすいね。決めた。こちらの人形を外します。ジェルトンって誰かいるのかな。というか、サルーインの復活。この世界はサルーインと戦う。あなたマルディアスに一応聞いてみただけだから、連携ストレス発散チャンネルになってる。お店に今のはね全然苦じゃないから、ちょっと誰が拾ってくる。ね、誰がいいかな。あ、違う、あれ、ここでマップを、あ、そうか、船乗らないとダメか。ここどこに行けるの、この船。メルビル行きの船だ。何でもメルビルに行く、すごい、さすがだ。弱いものをいたぶる配信。もうね、あの LP はだいぶ削ってくれて問題ないから。メルビルは誰かいるんかな。印象だとクローディアとグレーだけど、もうなんならパトリック様拾いに行っちゃうよ。ずっと会ってないもん。何かいる？いないね。マリーのままでもいいんだよ。あいつ BP 足りん。でこれもさ、なんかあの古い情報だと地点移動を繰り返して時間経過ポイントを繰り返して出入りするって書いてあったり、あと他にはパブの単純な出入りだけでいいって書いてあるものがあったりで、ちょっとよくわからないんだよね、どっちなのか。で、あんまりこらえ性もないからそこまで繰り返すつもりもないっていう。クビなのか、さよならマリンさん、さよなら達者でなっていう状況。まあでも海にね帰るから大丈夫。もういいわ。じゃあローバン行く。ローバン、いや、アルツールって場所が結構人いた気がする。ローバーンはあんまりいる印象がない。あれ、なんか装備変わってない？あ、違うか、向きが違うだけか。詩人さん放流禁止区域。どうしよう、ノースポイントで流した方がいいかな。あ、もうめんどくさいけど仕方ない。より人がいそうなところ行ってくるわ。ミルザブールは通るだけで。エスタミルならいるでしょう、おそらくね。どうだ、海に帰るから大丈夫って聞いて海に突き落とす図を想像してしまった。母ちゃん。そう、突き落とされちゃうのは、突き落とすってわけじゃないけど母ちゃんだね。よし、よくない。あ、いろいろちゃんとつけさせてるわ。でも本当に念には念をでデスティニーストーンだけはつけてないんだよね、この外す予定のキャラクターには。サルーインの復活が間近に迫っています。この世界はやはり滅んでし外し、サ
ルーイ、このせ外せない。よし、かっこよくない、全くよくない。今外せないんだ、知らなかった、地獄。あ、わかった。じゃあ南エスタミル行きの船だが乗る。かわいい炎魔術師がいたね。いたけど加われない、容量オーバーになってるから、ちょっとボロつきない。違う、クソガキじゃない、ゴロつき。あ、ワールドマップ出ちゃった。入れ替え阻止だよこれ。あれ、この辺にいる、この辺にいる、いたいたいた。金出せ。何をしようとしたか分かった人いるかな。ガラゲの代わりにマリーに生贄にしておきたいところでもある。もはやこうなってしまったら金の代わりにマリーあげます。これ逃げられんのか、戦闘ここはダメだ。じゃあね、危なっ、子供とエンカウントするところだった。ミンチよりひでえ。手にすんなよ。マリンを外します。これ一旦防御にしなくてよかったな、別に別にいいんだ。あれ何、スリ、うん、なんかカツアゲをされそうになって払うか戦うかをしないといけないという。え、すんなよ。よし、で、あと4。アドさん、マリンさんいいとこ見せないとリストラされちゃうよ。今ね華麗に逃げてる、マリンを使って逃げていく。あ、離れてくれたね。よし、これでチェインしない。母ちゃんを返せ。あの一連のイベントはさ、初めてやったけどさ、結構衝撃だった。一番衝撃だったのはマリンによって海に突き落とされたところだね。崖から、そう、母ちゃんは崖から落ちるし、うちらも崖から落とされるし、大変な。よし、あと2、あと1。お前が母ちゃんになるんだよ。見つけたよ、誰にも渡さないよ、これでお金落ちたよ。ああで、ファラのお母さんも大変やったしね。あれ、最後の最後逃げられんの。ならば、こいついつも海にいるな。いや、なかなかに衝撃的なイベントだったな、あれは。マリン行け、マリン行け。違う、貫き、シンプルでいい名前だね。ちょろっと攻撃するか。
あ、倒したな。ひらめいた。似合う、モニカ。演武剣。これ攻撃対象って味方選べたりとかしないのかな。ろくでもないこと聞くけど。できないよね。防御してるとヘリが甘くなるから。マリンがかわいそうだろ。今、致し方ない状況で。だここで、今戦いすぎると、何のウコム様かな、進行値が上がっちゃうのは。まあでも、いっか。ちょっと化石魚的なやつ出てこないかな。もうちょっと、進行度上がらないとあんな強いの出ないかな。いやー、これじゃ死なないな。本当にモニカガニ股なんだよね。でかい魚を投げられるようになったマリン。決めた。隊列を変えよう。よく出るハヤブサブレード。いや、なんかここへ来てすごいひらめくようになっているマリンさんが体術を。まだやれますというアピールが始まっている。ピコン、そう、このね、ピコーンすごいいいよね。音もいいよね。ひらめき音大好き。いろいろな SE の中でも相当好き。ちょっと強い技出してた。成長してきたね。ひらめきレベル高い敵だとね。そうね、嬉しいね。まだこいつでひらめけるんだね、マリンは。おい。ちょっと前に出してみて、いや、ペイントしたらダメだから。ジャンか、フォークか。うわ。マリンさん、あなたすごい量の体術を最近ひらめいてますよ。いやー、モニカなんで、なんで前に出したのに、まるで食らってない。海で戦うと回避率高いとかある。ギリギリになってやるタイプ。マリンはやれる人間だった。滝登り、もっともらしい技ひらめいちゃった。あ、食らった。回復した。なんだ、まあいいか。そしたら、
くか。あとちょっとだな。モニカか。3、ん？減り幅の差がすごい。防御してると毒ダメージも抑えられるとか。来た。ゼロだね。あまりにもひどいことだけど。よし、じゃあ殺しますか。これで計画通りかっこにやりそう。こうするしかなかったんだ。仕方がない、仕方がなかった。海に帰るってそういう完全にこれ体力ゼロどころかLP もゼロにしておいたから、この戦闘の後外れるかな。パンツ見えてない。ほんで多分消えました。初めて味方の LP ゼロにした。海に沈めて置いていくと逆に大丈夫かもしれないね。そこら辺のさ、ガレサステップとかよりかは。最後の声かけがパンツ見えてないだなんてこれをやったことにより、ロザリアだっけ、まだいるかな。いるいないがあんまり分かんないんだけど、ようやく5人じゃなくて4人パーティーにすることができたから、さっき雇えなかったジャミルでもいいよ。お、いるね。連れてってよ。ありがとう。ちょっと退屈。通報しといた方がいい。やめてください。はい、新たなメンバーを迎え入れました。で、フォーメーションをこうしますかね。これで、彼女はやれる子なので別に何も装備しなくてもいいと思うんだけど。いいわ。だって570もあるもん。大丈夫だよ。逆に下手に装備させて仲間から外すときにまたね、なんか外し忘れて持ち逃げされちゃったってなるよりかはいいから。